ツフォーカス。ニコールマーケティング株式会社田辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、田辺さん、これ僕たちにとっては見慣れないパーツが多いんですけど、はい、こういうのはどんなものなんですか？はい、はい、この AP レーシングというのは、はい、イギリスの、はい、メーカーになります。はい、で、まあ主にはですね、レース関連のパーツ、うん、ブレーキパーツ、パーツを扱ってるんですけど、はい、まあ、最高峰だった F1 にも実際に、あ、そうなんですか、ブランド BMW 用のブレーキなんですけども、うん、まあ、キャリパーとかディスクとかの、はい、キット化されたものになってます。なるほどですね。はい、はい、これかっこいいですね、赤いのとか。そうですね、これはチラッと見えますよね。ミニ用のやつなんです。ミニ用なんですか？おー、かっこいい。まあ、ホイールの隙間から赤いのが見えるので。これもキットなんですね。そうですね、これもこれとこれのキットが。これちょっとかっこいいですね、これ、はい、いいな。はい、ブレーキフルードです。なるほど。なんとこの一番上のものはですね、はい、今の F1 で実際にこのそのものが使われています。あ、じゃあもう性能はお墨付きですね。はい、なるほど。もうカーボンブレーキ用の、はい、フルードなんですけども、はい、もちろん普通の車でも同じもの。これがまあアメリカのですね、ミニマニアという、はい、ミニ専用の、はい、ブランドなんですね。お、これちょっと CGF スタッフ、ミニが好きな人多いんですね。はい、はい、おー、かっこいいですね。で、まあ、今の、まあ、はい、ミニというのが、はい、結構その車好きな方に、はい、はい、いじる対象として、はい、はい、はい、結構見られてる、はい、はい、車種だと思うんですが、はい、まあ、それに対するパーツをいろいろ出してる、はい、なるほど。ミニクーパーパーキングオンリー、はい、面白い、ね、ミニクーパーパーキングオンリー、はい、なるほど。で、まあ、こういう、まあ、スプリングとかのこういうハード系のパーツから、まあ、T シャツとかこういう、まあ、グッズの方まで幅広くやってるようなブランド。なるほどですね。はい、まあ、我々いろんなこのような形で、様々なブランドを取り扱っておりますので、まあ、ちょっと車種的には輸入車向けの、商品が多いので、まあ、ぜひご興味があったらよろしくお願いいたします。ありがとうございます。カーグッズフォーカス。ありがとうございます。